を待ったゲイリー・オブライト。ベルトは渡さない、田植アキラ。全日本のベルトを守ってくれ、川田俊明。吉弘がベルトを取りに来ました。世界タッグ選手権試合60分の一本勝負であります。王者チームが川田俊明と田植明、第35代のタッグチャンピオンチームであります。その川田がまずこのオブライトを蹴り倒しました。そしてパチンという音、田植明にスイッチです。さあ、そのオブライトを軽々と持ち上げることができるのか、カバラ。田植え、なんと逆にオブライトが投げに行きました。高速の低空ブレンバスター。そして青コーナーは高山に、高山ニーリフト。高山にはこの重みのあるニーリフトがあります。川津落とし。さあ、田植えが軽々と倒れてしまった大吉だ。腕ひしぎ逆十字に行こうというところ、こらえている田植え。さあ、立ち上がった。高山の顔を踏みつけていきます。さあ、張っていく高山です。もう一回リーリフトから今度は田植えが倒しに行きました。さあ、首に巻きついた。持ち上がったところをハイキック。おっと、張り手、田植えの張り手に高山に火がついた。チームの意地があります。オブライトがカットに入りました。そして胸のあたりに左の膝が当てられていく。あっと、下腹部のあたり、タウエが倒れました。今のはタウエの急所のあたりを捉えたでしょうか。セコンドについている大森が激高しています。会場3200人、騒然となってきました。大阪府立体育会館、まだ立ち上がれません。田植え明、先ほどのこの高山義弘のニーリフト、膝がもろに急所を捉えました。そして赤コーナー、これで燃えないわけがない。さあ、川田が切り倒す。膝をついている川田に対して、あった、高山がニーリフト。もし今宵チャンピオンチームが敗れることになりますと、全日本のベルトが外部に流出することになります。さあ、こらえどころの川田、またまた今度は川田が沈みました。高山の必要なこのニーリフトの攻撃、まだ立ち上がれない。立ち上がれません。川田俊明、チャンピオンチーム危うし。さすかさずゲイリー・オブライトが入ってきました。逆に挑戦者チームとしては、この川田田植えのチャンピオンチームを破るまたとないチャンスです。まだ立ち上がれません。ようやく膝をついて立ち上がった川田に対してオブライトが投げた。レフロンサイドの田植えをまず落としました。2対1。そして高山のギロチンドロップ、川田大の字。大阪府立体育会館の天井を大の字で見つめている川田俊明の姿です。このまま沈んでしまうのか、チャンピオンチーム。さあ、フォアボールの体勢だ。
孤立無援。
オブライトはリングの下です。顔面蹴りはブロックしているが後ろから来た。前から後ろから顔面蹴りと円錐蹴り。さあ完全に弱っている。さあベルトを守れるか。オブライトが来た。必要にカットに入るこのオブライト。おっと今のは喉輪とバックドロップの合体攻撃。さあ破壊決めにしてジャンピングハイキック。全日本のベルトは外部に流出してはならない。あーっとクリーンヒットいたしました。河原の顔面蹴り。さあカウントはカウント3。大阪夏の陣チャンピオンチーム防衛。全日本のベルトを守りました。25周年記念企画王道リスペクト。全日本プロレス25年の名勝負をプレイバックする王道リスペクト。今回は昭和60年この両者によるシングルマッチ。昭和60年大阪城ホールでのジャンボ鶴田対長州力の一戦。それぞれの団体のメンツをかけた戦いは両者の握手から始まった。握手をした。鶴田対長州、もうどちらも後へ引けない運命のゴングが鳴ります。鶴田本当2人による初めてのシングルマッチは両者リングアウトなしの特別ルール。意地と意地とがぶつかり合い試合は長期戦にもつれ込んだ。飛ぶぞ鶴田、飛ぶぞ。ジャンピングにインパクト、顎の先端を砕く鶴田。そしてさあ大技を打つ鶴田の必死の形相であります。さあ左の足、問題の左の足、スコーピオンデスロック、これで入ったでしょう。それはどうして話したんでしょう、馬場さん。再び、わあ、いやー、ここでリキラリアット。すごい勢いで長州力の男の意地が、男の意地が、ほっぺたに張ります。今度はバックドロップ。鶴田が打ったバックドロップ。打ちまくる鶴田。さあ、お手本がついてくるか、バックドロップ、長州力。ベンバスターの対戦で取っておりますが、さあ、どうだ、流れのように落とす。もう一回ロープに押した、毎回行った、これはクーを切った、クーを切った、ジャンプ、ジャンピングにインパクト、これは当たった、カウンターになりました。ジャンピングにインパクト鶴田。さあ右腕をどんどん振り回す。さあ反対の角度からリキラリアットだ。すごいリキラリアットが飛んでいきました。さあ再び鶴田が動き出した。カウンターの A のクーを切った。当時日本プロレス界最強の2人と言われた両者の対決は結局60分時間切れの引き分け。ジャンボ鶴田のスタミナと懐の深さが際立った一戦となった。試合後両者は再戦を誓い合った。握手で始まり握手で終わった爽やかな名勝負である。やはりスポーツマンです。来週はいよいよ三冠ヘビー級選手権試合、チャンピオン小橋健太対チャレンジャー秋山純。秋山は今年のチャンピオンカーニバル決勝で骨折していた三沢の左膝を容赦なく攻めた危険な男。28歳の若さで三沢を窮地に追い込んだ。現在右膝の半月板を痛めているチャンピオン小橋にとっては過酷なタイトルマッチといえよう。今一番危ない、一番危険な挑戦者だと自分自身思ってますし、もちろん膝は攻めたいと思いますし、まだ武道館まで前哨戦あるんで、その時も思いっきり攻めたいと思いますけど。そしてこの戦いにはタイトルマッチを超えた大きな意味がある。河原からベルトを奪った直後のあの言葉を小橋は証明しなければならない。これから始まりだと思ってます。これからが始まり、若い2人の戦いには新時代の扉を開く使命がある。熱い試合をその武道館でも爆発できるように、これから俺たちで新しい全日本プロレスというのを作っていこうと。7月19日その小橋と秋山は新潟の地で激突。三冠戦に向け最後の前哨戦となった。彼女が輝いているのは
恋をした。赤コーナーは小橋、青コーナーが秋山。新潟市体育館の場内のファンのコールはほぼ互角。組み合いました両雄、押し込んでいった小橋。エルボーを打った逆水平、ハーッと膝を蹴っていった。リングに立っている以上はもちろん怪我のことを言い訳にすることはできない、それがレスラーの立場ですが、この秋山の小橋の膝に対する攻撃というのは今シリーズを通しまして非常なものがあります。これはやっぱりレスラーとして当然ですね、やっぱりその相手のウィークポイントを作っているのが、当然この成功法ですから。そうですね。それとですね、やっぱりここでその最後 の前哨戦ということで、相手に要するにダメージを与えておけば、それだけその選手権の時に有利なあの試合運びができますからね。そうですね、ましてこの秋山は小橋を追いかける立場です。勝つための最短距離を行くと明言している秋山、当然この今宵の新潟のリングでも照準は小橋の右膝です。この館内に小橋の悲鳴がこだましています。やはりこの右膝を狙ってくることで試合の主導権を掴んでいる秋山、しかし小橋はあえてその右膝を出しています。秋山は蹴っていきます。ロープのリバウンドを利用してのこのキック、しかし小橋は右膝を出す。手下げりだ、バックに待った、バックに待った、ああ船出そう、ああ船出そう、垂直落下式。さあそして青コーナーからハセが入ってきた。バックに持った、ああ船出そう、ああ船出そう、投げっぱなし、ああ船出そう、垂直落下で秋山そして長谷を蹴散らしました。はい、長谷若いボスマンに今劣勢を強いられています。しかしこの長谷というのは技を受けながらも相手の選手にカツを飛ばしています。ハイキック何発食らっているでしょうか。今ようやく倒れました。やっとの思いで倒すことができたボスマンです。さあ赤コーナーからは小橋だ、ダブルの攻撃、今小橋が指示を出した。ショルダータックル、汗がミストになって飛んだ。さあ小橋が汗を取られて抱え上げてパワーボム投げっぱなし。さあ握った、小橋が握った。かつてはシングルマッチで熱い戦いを演じたこの小橋と汗、今宵新潟のリングでさあ小橋がまず1回握った。ブロックして、さあさあ裏投げ、裏投げ、裏投げ、長谷裏投げ、一発を見舞い合う長谷が先。さあ満を持して秋山だ、ジャッピングにバット、小橋が返した。さあ低空ドロップキック、右膝に炸裂、小橋が泣き顔になっています。コーナーに返す、ああドラゴンスクリュー、コーナーなだれ式のドラゴンスクリュー。これはかなりダメージありますね。秋山選手の体重を生かしたドラゴンスクリューですからね。そうですね、108キロの秋山の体重を持ったドラゴンスクリュー。さあハーフボストンクラブ、変形のハーフボストンクラブの体勢、もちろん照準はこの小橋の右膝です。さあなんとかサードロープ小橋。満を持してこの小橋、そして秋山の絡みが試合の中盤から終盤にかけて展開されようというところ、バックに回った、バックドロップ、綺麗なバックドロップだ。あと今横になっている小橋に低空ドロップ、さあエスプレイだ、これだ、一発目のエスプレイだ。さあボスマッチも、ボスマッチもエスプレイだ。さあエクスプロイダー、そして占いの共演になるのか。あとダブルの低空ドロップキック、これはかなり危険な状態ですね、そして今リングの中では長谷がスコーピオンデスロック、サソリ固めの体勢に入ります。小橋の左の足が固めていたのに絡んでさらにロックされているこのスコーピオンデスロック。小橋は上体の力だけでなんとか逃れようというところですが、さあがっちり決まっているこのスコーピオンデスロック。
ってあー関口の得意技さとり固め小頭のサーバーのオブが遠い完璧な形で完璧なポジションで決まっている長谷のロングスタックあー今ようやくボスマンがカットに入ったミドルキックしかしまだ外れないまだ外れないようやく今東京デスロック地獄から逃れました小橋中盤まではおとなしかった右膝への攻撃しかしここに来て一気加勢に畳みかけるような右膝集中砲火になっていますミサル引くこれは顎を捉えたいい人長谷がカットを試みる逆水平バッケンスタイナー飛びついたボスマンがパスをシーカット奪えない小橋はまだ場外でダメージを引きずっていますさあボスマンが試合のペースを握るかニュートラルコーナー振り返したハセフェイスラッシャー自らもロープのリバウンドを利用しています今ハセが一つ声を出した新潟のファンに予告をしておいてさあボスマンの両足をがっちり掴んだ下なめずりをしてさあこれからジャイアント戦の対戦になりますボスマンの体が浮いたジャイアントスイングイン新潟ヘビー級のボスマンも10回転まだ回り続けますああ20回も目線だうわー回らない21回転ジャイアントスイング21回転などあとしかしこの人の動きもよく見ているああ低空ドロップキック範囲から秋山さあ秋山が青コーナーあと逆さ釣りだこれはもちろん照準は右膝小橋が全く動けない状態そして秋山瀬のダブルの攻撃はモスマンが照準だ駆け上げてそのまま落とした吊るされている小橋の右膝が痛々しいドロップキックうわ非常な攻撃を見せました秋山さあモスマンはノーザンナイトスープレックスポールに入っているスリーカウントあーと試合が終わったこのゴムが打ち出されているだが秋山はさらにこの小橋の右膝集中砲火右ドロップを落としてまいりました秋山にとってこの試合の結果は関係ありませんでした狙う照準その的はただ一つこの三冠チャンピオン小橋健太の右膝試合が終わってもなおもその右膝を攻め続けました秋山情け容赦のないこの攻防 7.24 日本武道館を前にしまして小橋はまさに黄色い信号が灯っていますあの感動を再び 5.1 東京ドーム大会のビデオをセットで20名の方にプレゼント宛先は郵便番号 102-8040 日本テレビ全日本プロレス中継サーティービデオプレゼント係締め切りは放送日翌日の消印有効発表は発送をもって返させていただきます来週はいよいよ三冠戦小橋対秋山小橋健太初防衛なるか乞うご期待この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。